こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。で今回はですね、Leica SL2S でモーションラプスを撮るための Tips になります。で冒頭にご覧いただいた通り、モーションラプスっていうのはタイムラプスでありながらカメラが移動していって画角が変わっていくような内容になってます。でモーションラプスを撮る上でまず欠かせないのが、こういったカメラを移動させるためのガジェット。これはアイフッテージのシャークスライダーなので、これはシロップのジーニーミニですね。こういったガジェットが欠かせません。でこのガジェットとこういうカメラを連動させる必要があるわけなんですけれども、その連動させるためのツールとしてここにもありますけれども、この、ケーブルが必要になってきます。これはビクセンという光学機器メーカーで販売されているレリーズケーブルになるわけなんですけれども、名目上はですね、パナソニックのカメラとライカのカメラ用ということになってます。ですけれども、実はライカのカメラ用というふうになってますけれども、ライカの中でもおそらく TL シリーズ用になっているのかなという感じです。なんでかっていうと、こちらがこういったスライダーだったりとか、パンニング雲台とかのからシャッター信号を受け取る方で、こちらがカメラに接続する方なんですけれども、このケーブルのこちらの端子、これはですねリモート端子、4極のリモート端子になってるわけなんですけれども、 2.5 ミリなんですね。細いんですね。で一方、このライカの SL2S で使われているリモートケーブルの端子っていうのは 3.5 ミリのリモート端子、4極のリモート端子になってるわけなんですね。なのでこれ刺さらないんですよね、接続できない。でこれをどうするかっていうと、 2.5 ミリの4極リモート端子から 3.5 ミリのリモート4極端子に変換させるアダプターを使います。こうすることで、リモートレリーズ用の端子に接続することができます。これで、モーションを与えるガジェットとカメラが連動させることができます。でどういうわけか、この3.5mm になっているケーブルがどこにも売ってなくてですね、私が探す限りですけれども、どこにも売ってなくて、苦肉の策でこういった変換を使ったんですけれども、変換もですねちょっとメジャーなブランドから出ているものではないので、少しですねここが甘かったりするんですね、接続が。なので実際の撮影ではここをパーマセルテープなんかを使って抜けないように固定してやる必要があるかなというふうに思いますけれども、こうすることでモーションラプスの撮影がライカ SL2S でも可能になったかなという感じです。でやっぱりライカ SL2S で撮るモーションラプスを撮る理由としては、やっぱり圧倒的にそこに実在感があるような描写をしてくれるライカでモーションラプスを撮りたかったっていうところがあります。これはやっぱり冒頭で見ていただいた通り、かなりクリアで、かなりそこにリアリティのある写真が、生成されるので、タイムラプス、モーションラプスも必然的にこうグッと引き込まれるような内容になってくるかなというふうに思ってます。ただ、今回の冒頭のモーションラプスは あくまでもサンプルで撮影したものなので、もう少し私好みのものに撮影して別の動画でご紹介していきたいというふうにも思います。ということで、私はライカ SL2S、 ライカのカメラで映像を撮りたいというビデオグラファーになります。なので今回のようなモーションラプスもビデオの一つだと思っています。ライカ SL2 の映像の可能性をさらに引き上げていければなというふうに思っておりますので、ご興味の方はぜひぜひいいねボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いしましょう。